転校します。京都は、京都自信あるんだけど、もう絶対当たるから乗った方がいいよ、京都は。うん、はい、どんどんさん、ローコさん、セントン奥沢さん、ミラママと付き合いさん、ケタンさん、イサットさん、キーヨさん、ひまわり8号さん、ミキティさん、波乗りさん、深夜の東海帝王さん、ドンちゃんさん、ケタンさん、ミキティさん、しばちゃんさん、秋田さん、S 赤コールを覚えているかさん、豆先輩さん、しおしおさん、あえりおさん、アウトレイジさん、よしさんさん、森の右腕さん、ハゲユキさん、ニックさん、たっちゃんさん、空中電鉄さん、バカビッシュさん、ペストよしゆきさん、結婚名刀さん、以上かな、大丈夫、読んだ、くらいじゅんなさん、はい、ライズさん、ムネリンさん、マロンが好きすぎてつらいさん、ダッシュオレンジさん、ムネリンさん、まさゆきさん、テケテケテッキーさん、ゲストさん、チンピーピーピーさん、ゆきちゃんさん、ヨッチーズさん、ネオジオさん、トールさん、東海帝王さん、前田抜きさん、山田さん、マイコーさん、でいうのはムンタリさん、アンガーズ田中さん、マサヒロさん、よちよちもぐらさん、イムイムさん、学ばない学ぶさん、ドンゴン3144さん、もっこりまっこりさん、ちーちゃんさん、秋田さん、ドパンゲさん、ミネルバさん、ナツさん、よちよちもぐらさん、パンパン監修さん、ゆきちゃんさん、ライトさん、高速マッハよちよちさん、ダッツ勢さん、バカウマコパノリッキーさん、マンタさん、空中散歩さん、セニョールマンコさん、デスラー総統さん、バカウマコパノリッキーさん、ナチ君さん、マンタさん、黒駅解放同盟さん、以上かな、はい、世界のよっさんさん、チン国際さん、ムンタリさん、スピルさん、ガミリモリさん、バカボノチさん、モアピスさん、ヨッシオさん、ポリアクさん、ヒロンチュさん、ショーナナさん、愛してるさん、マンタさん、野田ファンさん、ピノタンさん、ココさん、トコシさん、もう全員読んだかな、ハマヤンさん、コナミちゃん、サンチームさん、ピノタンさん、長谷川亮太さん、ババユタカさん、帝王タックンさん、夏美さん、パイパソマソさん、パンダの血毛が欲しいさん、アンガールズ田中さん、はい、以上でいいかな。これこれは水増しじじいしねさん、パンダの血毛が欲しいさん、ムンタリさん、飲酒運転やめろ言ったからさん、萩久保一郎さん、マカヒキさん、ミナミさん、はい、ありがとうございます。まあ、ということでね、転校全員読んだところで、ね、読まれてないって方がいましたらね、ぜひね、今日も元気おはようさんチャンネル入会してね、コテアンをね、色つけられるんで、プレミアムだったらぜひね、500円というお安い価格になっているんで、ぜひよろしくお願いします。ちなみにミラムスは俺の会員入ってるの？入ってない。入ってないの？ね、はい、なんで入んないの？え、だってよっさんの放送好きでしょ。大好き大好き。なんで入んないの？入りたくないから。え、なんで入りたくないから。500円大事。500円そんな大事なの？500円あったらね、4円パチンコで1回出せるの、ワンチャン。あ、ワンチャンね。ワンチャンできるから、うん、まあ 10回ぐらい回るからね、500円でね。回らないだよということでね、はい、チャンネル入ったら読まれたらゲストさんいらっしゃい、はい、はい、ということでね、まあね、中山金杯、京都金杯ね、私京都金杯ちょっと重きを置きました今回、はい、まあ中山はね、30分に中山金杯が発送なんでね、はい、じゃあね、まあ私の馬券を、まあ、見せますよ、まあ、中山金杯はね、俺ねもうこの馬しか見えないね、この馬しか、はい、私の本命ね、うん、シャイニープリンスですね、頑張れシャイニープリンスね、単勝副賞ね、これ5000円ずつ、4番人気シャイニープリンスね、はい、これ熱い4番人気、うん、枝手亮がやってくれるはず、これね、シャイニープリンス、うん、まあね、前走をね、負けたとはいえ3着で58キロを背負ってね、負けたんですよね、まあ筑波東王とかね、まあね、それに負けたんですけど、
やつらは56キロなんですね。シャイニープリンスはなんと58キロでもう 0.1 秒差ぐらいなんですよ。だから今回ね、あのメンバーが大体同じで 1.5 キロ下がるんですよ。今回ハンデ戦で 56.5 で変えるっていうのはここが最後ね。ここであのシャイニープリンスが間違いなく逆転すると。はい、そう、ぜひ乗ってください。でなんとですね、中山金杯のバカ馬発表します。中山金杯で絶対勝ってはいけないバカ馬、はい、は筑波東王です。この馬は絶対勝ってはいけませんね。あの前走1着になった時あれはまやかしです。あれは56キロでから勝てたレースです。はい、はい、筑波東王はね、あの期待値的にもね3倍なんで、もう買い要素が全くない。まあこれで 5、6倍つけばね筑波東王が勝つかもしれないけどね、さすがにね無理でしょう。うん、そうや、筑波アズマ評価したって56キロだもん、前走56キロで1着なんて何も価値ないから、58キロで3着の方が価値があるから。しかも今回ねシャイニープリンスはなんと 56.5 で走れますんで、これはもう間違いないです。もうこれはね3着以内入りますよ、これ3着以内間違いなく。だから副賞は当たります、間違いなく副賞でトントンで期待値で1着でシャイニープリンス、これはい、どう来そう、シャイニープリンス。いや、わかんないもん。だからわかんない人に対しても、ちょっとわかりやすく言ってた。なんか予想っていつも、なんかわかってる人の内輪で喋ってるじゃないですか。うん、だからまあ、わかりやすく説明すると、うん、ね、前走、大きい重りを背負って、構想したの、うん。で、今回、その重りが軽くなるの、うん。で、やっぱ軽くなったら、構想したんだから、今回、一着になるじゃん。一着になるでしょ。今高橋さんいました。分かんない、今高橋さんいました。はいはい、見てるよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、吉さんです。はいはい、ありがとうございます。はい、聞いたことでもいいなと思って。あ、本当ですか、ありがとうございます。競馬買いました。競馬買った。何買ったんですか。金杯、中山と両方買いました。中山何買いました。ちなみに、あ、じゃあシャイニープリンス買ったんですけど、はい、シャイニープリンス買えた。ああ、当たりますよ。1-3で、あとお父さん当たりますよ、これ。1-3でね、1-3で買った。1-3で頭にして、うん、1-3でちょっと見ました。ああ、これ当たるわ。3番はなんだか分かんない。1-3-4って1-3-4、当たんじゃない。1-3連単の1-3-4。そう、3って何。3は何。3はあれだ、つくばなんとか。あ、つくば、それ外れますね、それ。ダメさ、3。そう、つくばあずまをダメなんですよ、今回。そう、ちょっとね、それは外れるね。14は当たるかもしれないけど、筑波東王はちょっと外れるかもしれない、それ。うん、いや、まあ、しょうがない、まあ、勉強だと思って、それは。うん、勉強だと。で、あれ、だから、あれ、まやかしなんですよ。幻想、あれ、56キロなんだ、あれ。で、シャイニープリンスは、あの時58キロを背負って3着で、0.1 秒差なんですよ。だ今回、1.5 キロ下がるんですよ、シャイニープリンスは。何か、アズマオ3番、まあ、3着はワンチャンありそうですね。うん、まあ、そしたら当たるかもしれないですけど、まあ、4着の可能性が高いんで、はい、俺の理論的には、はいはい、ありがとうございました。そういえばちょっと吉さんに文句言いたいことあるんですよ。なんですか。何、この前ね、北島の来るって、来ないって言ってたじゃないですか。北島って何。北島の、うん、いたでしょ、北島の。何、北島って。北島三郎の馬ですよ。北島三郎の馬。あ、北三ブラック。来たじゃねえか、あれ。え、来なかったじゃん、北三ブラック。え、来たんだよ、あれ。来たでしょ。だってそれで、え、何が。北三ブラック2着だったじゃん、2着だったじゃん、北三ブラック。あれ来た、来てたでしょ。いやいや、来なかったよ。1着は里のダイヤモンドだった。あ、そうだった。うん、だ俺里のダイヤモンドの単勝10枚って26万当たった。16万プラス。今日こさーす、バザーす。だ、もう乗った方がいいよ。今日乗ります、マジで乗ります。乗る、うん、シャイニープリンス乗るじゃん。でも今日負けたら本当に壁のならる。いや、まあそれはまあしょうがない。ガラス灯しますよ。いやいや、負けるから勝つか。